すべての選手に愛のある声援を。前日はベンチスタートとなった大山が2試合ぶりに指定席の4番ファーストに復帰。その第1打席、初球でした。三遊間を破り、早速結果を残します。ここは得点には繋がりませんでしたが、6回、先頭の代打渡辺亮、ライトへのヒットで出塁します。ツーアウト2塁1塁で迎えた4番大山の第3打席。追い込まれてからの5球目、インコースの速球、ライトへの打球が23打席ぶりのタイムリーとなり、満員のスタンドから大歓声がこだましました。なおもチャンスで2試合連続5番サードでスタメンの糸原。糸原らしいしぶといバッティングで2者連続タイムリー。糸原の勝負強さがここでも発揮されました。7回には2人目の秀樹が自らピンチを招きますが、この日ホームランの村上を空振り三振に仕留め、ツーアウト。ここで秀樹はマウンドを三役の先輩漆原に託します。満塁とされた漆原ですが、オスナを内野ゴロに打ち取り、先輩後輩の無失点リレーを完成させました。そしてこの夜、今シーズン初登板となったのは及川。ようやく出番が回ってきた若きサウスポーは、まずピッチャーゴロを落ち着いてさばき、8回を三者凡退。力強い投球でいきなりのイニングまとりも無失点に抑えた及川。強力ブルペン陣がさらに活発になりました。実はですね、甲子園球場に駐車場ファイトファイトビーズリーファイトファイトビーズリーファイトファイトビーズリー。実はですね、甲子園球場への緩急ビンルの持ち込みは絶対勝つぞタイガース。ルールを守って楽しく観戦、絶対勝つぞタイガース。Thank you.